日産、ムラ村野、村ムラ,ーノ,ムラ,ーノ,ムラーノは日産自動車のラージサイズのクロスオーバー SUV である。日本国内における生産、販売期間は2004年から2015年までの約11年間。海外では2002年より販売され、2015年以降もフルモデルチェンジを経て生産、販売を続けている。当初は北米戦外車として開発され、 2002年に北米市場で発売された。発売直後から日本国内への投入を望む声が高く、後に日本市場投入の検討のために2003年の東京モーターショーに左ハンドル、北米使用者が参考出品された。その際、日産の予想を超える反響があったため、急遽右ハンドル車及び直列4、気筒エンジン搭載車を開発し、 日本国内での販売を開始した。また、日米市場以外でも、世界中から投入の要望があったため、最終的には、世界100カ国以上で販売される、世界戦略者にまでなった。二代目までは二代目のロシア、日産ロシア製造会社と、中国、東風、日産での製造分を除き、シムケチに関わらず、生産はすべて、福岡県京都郡神田町にある、 日産自動車九州で行われていたが、三代目については、ミシシッピー州にある北米日産キャントン工場で一括生産される。ただし、中国向けだけは従来通り東風日産で生産される。社名は、イタリアベネツィアのムラーの島に由来。この島は、国外へのベネツィアングラス技術漏洩防止のため、職人たちが集められた経緯があるムラーのガラスの 名産地であり、この車が歴史と伝統によって培われた美しいガラス工芸品に似た芸術的で美しいシルエットを持っていることから連想された名前である。2000年にデザイン開発が開始され、2002年11月には北米市場で発売された。プラットフォームには J31 型手穴にも採用される FFL プラットフォームを採用し、サスペンションなども ティアナと共通となっている。エンジンは V63.5L v q 3 5で型、または直音 2.5L q r 2 5で型が搭載されたが、直音エンジンは日本及びシンガポール仕様のみに用意され、他の市場では V6 エンジン搭載車のみのラインアップとなった。トランスミッションは V6 エンジンには6足、マニュアルモード付き CVT が、 直四エンジンには四足 AT が組み合わせられる。駆動方式は FF と3.5リットルエンジン搭載車のみ 4WD が用意された。開発が行われていた当時は日産自動車が経営不振に陥っており、このムラーノの開発にあたっては開発陣に大きなプレッシャーがあったという。そのためデザインに関しては販売を成功させるために 先進的なスタイリングを実現することに努力が注がれた。そして、北米市場に投入後、そのエクステリアデザインは好評を博した。国内販売が開始された2004年度には、グッドデザイン賞を受賞している。なお、日本使用者では特別使用者、スタイリッシュシルバーレザーアンコール及び、モードブラウンレザーアンコールに専用のフロントグリルが採用されたが、 このグリルは2005年に北米使用者のみがフェイスリフトを受けた際に変更されたグリルである。このフロントグリルの穴の数はこれまでの左右8個ずつから10個ずつになり、また北米使用者のフェイスリフトではリアコンビランプが LED に変更された。当初は北米のみで販売されていたが世界中のマーケットからの要望により最終的には 世界80カ国で販売されることとなった。販売終了までに50万台が売られ、その実に42万台が当初のターゲット市場であった北米市場で販売されたが、日本国内においても年間約1万台を安定して販売し続けた。日本国内での総販売台数は約3万から4万台。2007年のロサンゼルスモーターショーにて発表され、 2008年1月より北米で販売を開始。日本国内では2008年9月29日に販売が開始された。月間目標販売台数は900台と発表されている。先代の成功を受け、今モデルは世界170カ国で販売されるグローバルモデルとして開発された。先代モデルでは3.5リットル車のみに 4WD 車が用意されたが、 今モデルでは当初日本使用者は全車 4WD となり、北米使用者は FF がオプションとなる。先代モデルよりも燃費性能は向上された。なお、4WD システムにはオールモード 4X4i が採用される。2010年1月7日には FF2.5 リットル車が追加された。 北米市場向けには2011年初頭より、クロスオーバーというキャラクターはそのままに、ルーフを撤去して、電動のホロをセットし、二度赤して、スペシャリティ志向を強めた、クロスカブリオレ、クロスコーブリエルも用意される。j 三十二型ティアナと共通の D プラットフォームに、v q 三十五デ型あるいは、q r 二十五デ型を搭載し、アダプティブシフトコントロール付きのエクストロニック、 CVT、電子制御式無断変速機と組み合わせられ、ホイールベースはプラットフォームを強要する、ティアナよりも 50mm 延長されているが、これはタイヤ径の違いによるものである。なお、3.5L 車は CVT 搭載の国産乗用車の中では、ハイブリッド車を除くと最高出力が最も大きい。プラットフォームが一新されたことにより、ボディのもじり合成を、 先代の約1.5倍とし、また、新型ショックアブソーバー、新型ツインオリフィス車速感を敷き、パワーステアリングを採用することで、乗り心地と操縦応答性を向上している。欧州使用者には、2010年9月に、ヤード25型2.5リットル自家4、ディーゼルエンジン搭載車が追加された。エクステリアは先代である、Z50 型の個性を残しつつ、 モダンアートを表現したスタイリングとなっており、大胆なデザインのグリルとヘッドランプ、大きくアーチを描くフェンダー形状と18インチ、ルミホイール20インチの設定もありで、アグレッシブさと踏ん張り感を表現した。リアには立体感あるリアディフレクターと LED テールランプを採用した。その他では、スクラッチシールドが、 新色のスチールブルーメタリックを含めたゼニ色に標準となっている。インテリアには、新デザインのフロントシートとステアリングホイール、ダッシュボードを採用し、6、4分割の電動可工式、リアシートやフロント、リアシートヒーターなども装備する。また、デュアルパネルムーンルーフも選択できる。ダッシュボードの形状変更により、室内長は 15mm 減少したが、 全席シートバックの形状変更により、後席2ールームは20ミリメートル増加した。なお、この世代交代を機に、製造が日本の日産自動車九州からキャントン工場に移管された。同工場は世界で唯一3代目の生産拠点となり、中国を除く、日本を除く、世界100以上の市場に出荷されている。 今回のモデルチェンジで車幅が1.9メートルを超えており、車幅の小さい車を好む日本市場は対象から外されている。エクステリアは日産の最新デザイン言語 V モーションを取り入れ、V 字型フロントグリル、ブーメラン状のヘッドライト、フローティングルーフを採用するなど、レゾナンスのエッセンスを色濃く残す造形となっている。インテリアはラウンジ感覚がテーマで、 インパネの高さを抑えてセンターコンソールをワイド化。大型のパノラミックルーフも用意され、頭上空間に開放感をもたらしている。エンジンは先代からキャリーオーバーされる V 型6気筒3.5リットルの VQ35 でを採用するが、心臓をパーツと差し替えたことでフリクションロスを低減。トランスミッションは先代同様にエクストロニック CVT が組み合わされた。 プラットフォームも D プラットフォームをキャリーオーバーしているが CMF の技術要素を盛り込んだ。これらの結果燃費は仙台比で約20%向上している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。